お疲れ様でした。どうですか、どうですか、ズボンいっぱい使える着心地。ズボン使えそうですね。使えそう、本当になんかノースとか。そうだね。いや見ててもさ、そんなにこう苦しい感じしないけども、ちょっと見てくださいよこれ。ここまで今7号目から歩いたから、まだ 500m ぐらい。そうですね、まだ全然。あの2人はインナー着てるね、はい、そうですね。地肌もう今地肌そのままにしてます。ちょっとぬめっとしてるか。いや背中のやっぱ、あ、今のバック、そうだね、そのところですね。一緒です。多分ジャケット脱いで少し風当たったら、もう即気持ちいい。いやまだ来たばっかりだからね、これからもう少しちょっと乗りましょう。この上も、この上も、はい、これ俺の大事な霧が剥げて、これ前下が見えちゃうな。もう8合目9合目まで来ましたか。まだ来てない。まだ来てないですね。でも登り始めてもう30分経ってるでしょ。そして今はインベルのジャケット脱いで、はい、今年発売予定のファーストレイヤー、メノール 100%、はいはい、今汗かいたこの状態でどうすか。もう乾いたでしょ。あ、ここ濡れてないっすね。濡れてないでしょ。本当だ、すごいよこの速乾性が。びっちりリュックしょってたからびっちゃびちゃったんですけど、うんうんうん、そうでしょ、はい。あとパサパサってやったら多分乾く。本当にすごい。な、いやこれ俺もね経験したのよ。びっくりしたのよ。でもちろん底冷えするからさ、はい、またすぐ上に羽織れば、そうですね、来た時と同じ状況になるから。これだ売りは。これすごいです、ね、これすごい。だからさ気持ちいい。いや本当本当いいでしょ。これをさあとはねどういう風に、まあこういうさちょっと運動した時のあれもそうだけども、まあ今だってルームウェアとしてね、うん、まずやる予定だから。まずちょっとここ。かっこいいの。晴れたんじゃないですかね。かっこいいね。かっこいいね。パーンしてはい。全員パーンして。